皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、こちらの三井住友カードのビザマスターのね、クレジットカード、今回の動画では年会費割引方法の実践編ということで、動画ねやっていきたいなと思います。ということで、今回実践編ということで、前回ね、準備編こちらでね、解説させていただきました。前回の動画では、ANA ビザマスターカードの年会費を受けるね、ウェブ明細とマイペースリボのね、設定、5000円でね、設定をさせていただいたわけなんですけども、まだね、見られてない方はぜひね、チェックしていただければなと思うんですけども、この ANA ビザマスターのね、クレジットカードっていうのは、ウェブ明細を利用していただくのと、マイペースリボのね、手数料のある支払いをしていただくと、年会費のね、割引が受けられるということで、まあ一覧ね、こんな感じで前回も出しましたけども、こんな感じでね、受けることができるんですよね。で、このウェブ明細っていうのはね、登録だけで非常に簡単なんですけども、もう一つのね、マイペースリボの登録と手数料のある支払いね、年1回ですけども、こちらね、しないと年会費がね、受けられないっていった形になるんですよね。ですので、今回の動画ではですね、前回登録して、そこで止まっておりますので、今回の動画では実際にリボ払いの臨時増額を行って手数料をね、できるだけ減らしてですね、この年会費のね、割引を受ける方法をですね、解説していきたいなと思います。で、またですね、この方法っていうのは、まあ年会費ね、割引が受けられるわけなんですけども、今回は年に1回ね、やっていただくと、こちらね、年会費の割引はね、受けられるわけなんですけども、こちらね、毎月やっていただくとですね、ANA のね、クレジットカード、ビザマスターのクレジットカードって、この一般カードもそうですけども、ANA ワイドゴールドカードであったり、ANA ワイドゴールドスーパーフレーズもそうなんですけども、最大の還元率が 1.3% 還元っていう風になってるんですよね。で、このね、マイペースリブをね、利用していただくと、このね、最大還元率がね、出せるっていう風になりますんで、まあ、今回のね、動画のメインの話では、まあ、年会費をね、割引を受ける方法ということで、まあ、年一回ね、こちらやっていただければ割引は受けられるわけなんですけども、こちら毎月やっていただくとですね、最大還元率ね、ずーっと出せるっていう風になりますんで、 ANA マイルね、メインで貯められている方で ANA ビザマスターのカードとゴールドカード、プレミアムカードね、メインカードにされている方はですね、こちらもね、おすすめっていう風になっておりますので、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。それではですね、実際ね、やっていきたいなと思うんですけども、前回の動画で5000のね、マイペースリボを設定しましたよね。で、設定してからですね、実際ね、使ってきました。で、このね、三井住友カードのね、リボ払いの金利についてなんですけども、まあこちらね、細かく話すとね、非常に長くなりますんで、まあ簡単に説明させていただくと、三井住友カードのね、このリボ払い、まあ今回マイペースリボっていうリボサービスを使うわけなんですけども、年利がね、15% っていう風になってるんですよね。で、年利 15% ってどういうことっていう話なんですけども、年利 15% っていうのは、仮にですね、1年間で10万円を借りた場合ですね、15% の金利がね、かかるっていう風になりますんで、年利 15% で10万円ね、借りた場合はですね、1年間で1万5000円のですね、利息、まあこちら手数料ですね、が発生する仕組みっていう風になってるんですよね。で、今回ですね、年会費の割引を受けるためだけにね、手数料のあるね、支払いをしなくてはいけないんですけども、このリボ払いの手数料がいくら以上じゃなきゃいけないみたいなね、まあそういった設定は一切ないんですよね。ですので、1円でもね、手数料が発生すればですね、この割引がね、受けられるっていう風になりますんで、まあ年利 15% とかね、リボ払いの金利を聞いてしまうとですね、ちょっとね、嫌だなって思われる方ね、いらっしゃるかなと思うんですけども、ちゃんとうまくやっていただければですね、せいぜい十数円しかね、かからないで割引がね、受けられるっていう風になりますんで、非常にね、おすすめっていった形になります。でですね、前回ね、5000円の設定をして、今回使ってきて臨時増額ね、していきたいなと思うんですけども、ちょっとね、私の方で、支払い日をね、間違えておりまして、本当はね、1万円を利用して、まあ、今回ね、リボ払い5000円で設定してますんで、5000円で設定して1万円使って、支払いが5000円になりますよね、リボ払い組んでるんで。5000円以上の分には、リボ払いになってますんで、5000円がね、リボ払いになってるわけなんですけども、まあ、このリボ払いの5000円を臨時増額して支払うみたいな。まあ、こういった形でですね、皆さんにね、解説したいなと思ってたんですけども、ちょっとね、私の方で日付を間違えてしまいまして、5
合計の利用金額が6387円だったんですよね。で、今回ね、5000円でリボ払い設定しておりますので、で、臨時増額自体はですね、1000円単位でしかすることができないんですよね。ですので、今回ね、実際に利用した金額は6387円っていう風になりますんで、まあ、1000円だけね、臨時増額、させていただいて、387円ね、支払いにするっていう形になりますね。で、この387円にですね、このリボ払いの手数料、年利 15% っていうのがね、かかってくるっていう風になりまして、で、利用期間がね、だいたい5日間っていう風になりますんで、まあ、これでね、リボ払いの手数料はですね、387円のこの年利 15% で5日間だと、0.8 円ぐらいにしかならないっていう形になるんですよね。ですので、年会費の割引っていうのは、1円以上のね、手数料を出さないと、年会費の割引はね、受けられないっていう風になりますんで、まあ、今回ね、実際のやり方ね、携帯の画面なしでね、解説させていただくわけなんですけども、387円とかでやるのではなくてですね、本来ね、1000円から1300円のね、リボ払いの残高を残してね、やっていただきたいなと、思うんですよね。そうすれば、だいたいね、2円とか 2.6 円ぐらいになりますんで、リボ払いの手数料は。そうすればですね、1円ね、超えているっていう風になりますんで、年会費のね、割引が無事ね、受けられるっていった形になるんですよね。ちょっとね、私がミスってしまったんですけども、まあ、今回ね、一応、やり方だけね、紹介させていただきますので、今後ね、この動画を見られてね、やりたいなって思う方はですね、臨時増額ね、行っていただく際に、残る金額ですね、こちらを1000円から1300円ぐらいね、残していただきたいなと思います。ちょっとこの1000円とか1300円、なんでこの金額なんですかっていう話はですね、まあ先ほども言いました通りですね、こちら1円以上ね、超えなきゃいけないんですよね、手数料が。で、その関係上ですね、支払い日が、三井住友カード、ANA のカードの場合は、10日の支払いになると思うんですけども、まあ、ここからですね、5日間の期間が、まあ、これの、このリボ払いのね、利用期間になるんですけども、これが祝日とか、日曜とかね、こういうのでまた狭まったりするんですよね。ですので、まあ、大事をとってですね、1000円から1300円ぐらいはですね、残していただきたいなっていうふうに思ってるんですよね。まあこういった形になりますんで、まあ皆さんはですね、1000円から1300円ね、残して利用ね、していただければなと思います。それはですね、携帯の画面ね、ここら辺に出しておきますね。今回6387円ね、利用しました。で、リボ払いの設定は、前回の動画でやった通り5000円でね、設定させていただいておりますので、今ね、支払い額5000円って出てると思うんですよね。で、1387円は翌月のね、リボ払いに行っています。で、今回ですね、ここから、今1387円ね、リボ払いになっておりますんで、こちらに臨時増額をして1000円ね、追加で支払っていきたいと思います。ではね、こちらの、下の方にですね、支払い方法の変更っていうのがあると思いますので、こちらをね、クリックしていきます。で、押していただくとですね、リボ払いの毎月の支払い金額の変更っていうのがあると思いますので、こちらをね、クリックいたします。そうするとですね、マイペースリボの支払い金額変更画面が出てきますので、こちらでね、増額を申し込むをね、クリックいたします。で、次のページにね、行くと、1387円ということで、こちらがね、今私のマイペースリボの、残額、リボのね、残高っていう風になっておりまして、こちらでね、1000円ね、増額していきたいなと思います。で、下の方にね、行くと、申し込み内容ということで、すべてを支払うっていうのと、一部を追加して支払うっていうのね、二つあると思うんですけども、こちらね、すべてを支払うね、押さないでくださいね。すべて支払うことももちろんできるわけなんですけども、冒頭から言っております通り、年会費の割引を受けるには、1円以上のリボ払いの手数料をね、払わないと割引はね、受けられないっていう風になりますんで、これすべて支払うとですね、リボ払いの残高全部なくなってしまいますので、手数料発生しないっていうことになりますんで、年会費の割引も受けられないっていう風になりますんで、下のね、一部の追加を支払うから、金額をね、入れていただいて、次に進みます。
で、こちらでね、私は1000円と入力しました。まあ、今回ですね、私は先ほども言った通りですね、1387円のリボの残高に対して、まあ、1000円の増額をね、しておりますよね。今ね、例でね、皆さんに お見せするために、まあ、1000円入れておりますけども、本来1300円ぐらいのね、リボ払いの残高であればですね、このまま支払わないんでね、そのままリボ払いの手数料を食らって、まあ、2円から3円ぐらいね、支払えば、こちらね、年会費割引ね、受けることができるっていう風になりますけれども、まあ、今はですね、例として1000円ね、入力して次に進みます。で、次のページに行くと、申し込み内容確認ということで、次の支払い日ですね、5月10日になっておりまして、毎月の支払額は、私のマイペースリボの設定は5000円になっておりますけれども、今回ね、臨時増額で1000円プラスしておりますので、合計の支払額は6000円っていった形になります。で、下の方にね、行くと、申し込むっていうのがあると思いますので、こちらをね、クリックしていただきます。で、次のページ行っていただくと、お申し込みありがとうございましたということで、これでね、臨時増額が完了したっていった形になります。こういった感じでね、利用していただければなと思います。最初ね、やっていただくときに、ちょっとね、わかりづらい部分もね、あるかなと思うんですけども、まあ、慣れてしまえばですね、毎月やる方はね、毎月1回、年に1回やる方は本当に年に1回やるだけでですね、こちら OK っていう風になりますんで、で、このね、臨時増額を行うタイミングですね、まあ、注意事項にもなると思うんですけども、毎月ね、25日ぐらいにですね、三井住友カードからメールでね、支払額決定のメールがね、届くっていう風になりますんで、私ね、今月届かなかったんですよ。ちょっとこれね、わかんないんですけども、まあ私はちょっと設定がミスってるね、可能性もありますんで、基本的にはですね、毎月25日ぐらいにですね、支払額決定のメールが、三井住友カードからね、飛んでくるっていう風になりますんで、まあそれを見られたらですね、この臨時増額をしていただく。まあもしくはですね、毎月25日にですね、この作業ね、毎月やる方はね、毎月の作業になると思いますし、年に1回やる方はね、年に1回の作業になると思うんですけども、25日になったらですね、こちらやっていただければですね、OK っていう風になりますんで、で、これね、忘れてしまった場合どうなるかっていう話なんですけども、こちらもね、注意していただきたいなと思うんですけども、本当に翌月末まで忘れちゃいましたみたいな感じになるとですね、本当にリボ払いの手数料が、まあ2、3000円とかね、そういった感じで、全然意味ないじゃんぐらいね、食らうっていう風になりますんで、この点はね、注意していただければなと思います。ということで今回ですね、ANA ビザマスターのクレジットカードの年会費の割引を受ける方法実践編ということで解説させていただいたわけなんですけども、もしね、なんかわからないことがあればですね、ぜひコメント残しておいていただければなと思います。またね、冒頭にも言ってると思いますけども、ANA のビザマスターの一般カード、ゴールドカード、プレミアムカードのビザカードですね、こちら ANA のね、最大還元率を今回ね、年会費を割引を受ける方法ということで、まあ年1回の話でね、話させていただいておりましたけども、これをね、毎月やっていただければですね、この最大還元率ね、ずーっと維持することもできるっていう風になりますんで、まあ今までね、ちょっと利用してなかったけども、この 0.3% にはなりますけども、これもね、結構年間の利用額が高ければ高いほど結構大きくなっていきますので、慣れればね、結構簡単ですので、ぜひね、挑戦してみていただければなと思います。ということで今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。